ご視聴いただきありがとうございます。大五郎です。ふとちょっと考えてみたんですけど、料理って何がいいのかなと思いまして、僕が思うにですけど、味とあと量を、まあ、自分のその時々の好みに合わせられるっていうのが、なんか料理で一番こう醍醐味だし、いいところなのかなっていうふうに思ってます。もともときっかけは学生時代のアルバイトで居酒屋のキッチンをやっていたので、まあ、なんとなく包丁使ったり炒めたり煮たり揚げたりは一通りしていたと、まあ、もちろん簡単なものですけど、そっから派生してたまに休日、まあ、自分の分ぐらい作ったりするようになったっていうのが多分きっかけですね。大学生の時かな、多分。まあそんな僕大五郎にはちょっと弟がおりまして、まあ、大学生なんですけど、料理をちょっと始めたいと、弟の今の料理の出前は、まあ、本当に卵焼きを朝作るとか、まあ、おにぎり握るとか、豚肉を焼くとかっていうぐらい、まあ、こう入り口みたいなところですよね。別に僕自身が上級者っていうわけで全くないんですけども、まあ、ただまあ一昨日は先に生きてというか先に生まれて長く生きてるで、まあ、料理の経験というか回数自体は多いかなと思うと。で、弟にとって一番何が料理のいいところかなと思うと、まあ、その味と量を好き勝手決められるっていうのを少しもう一個下げると、そのカロリーとか塩分とか脂質をある程度コントロールできるっていうところがもっとメリットが大きいかなと思います。弟はかなりこうジムで鍛えたりしてるんで、もう体脂肪率もっと 10% 以下とかなんで結構気にしてるんですよね。ただ自分で料理今んとこしてないと、まあ、どうしてもやっぱ外食とかだと当然カロリーとか塩分脂質は多い料理が多い、たくさんあるんで、なかなかね制限しにくいと。ただ自分で作る分には野菜を多めにしたりとか、炭水化物を少し抜いたりとか、塩を少なめにするっていうのはすぐできるんで、弟と同じようにこうトレーニングしてる人とかは、例えば炭水化物を減らして動物性の脂質ささみを多く摂るとか、ブロッコリーをたくさん食べるとかっていう一歩をなんかこう踏み出しやすいなと。本当にゆで卵を茹でて食べるっていうところからスタートしても自分の体作りは進められるんじゃないかなと思います。僕も経済的な事情で1日2食にして太らないように気をつけている中で、なんか料理って本当に理にかなってるんですよね、まあ、自炊っていうことなんですけど、やっぱりこう食べ過ぎちゃったりとか取りすぎちゃったりってことをコントロールできるので、なんか体を鍛えたいと思ってる方、あとは痩せたいなと思ってる方は自分で料理を始めてみる、そしてその一歩は例えば卵を茹でるとか鶏肉を焼いてみるからで全然大丈夫だと思います。この空前のヘルス時代ですからね、弟と同じように料理を始めようかなと思ってる方はぜひ簡単なところから料理手を出してみてください。僕は野菜を鍋でキムチと一緒にたくさん煮込んで、で同時にうどんも茹でて、まず野菜ネギとかをいっぱい食べながら、その後残った汁でうどんを食べたいと思います。多分時間は17時半ぐらいですかね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。